若狭町立若狭学園は、鳥取県八津群若狭町立の小中一貫、教育校。鳥取県で二校目の小中一貫校として、発足した。小中一貫校として、中学校を卒業まで展望し連続した教育、格差のない、確かな学力を育む教育、郷土を愛し地域と共に歩む教育を理念としている。義務教育九年を、前期四年、中期三年、 後期2年と区分している。交渉は、旧若狭小学校と旧若狭中学校の交渉をもとに、若狭町の木である桜の花びらと燃える若葉を組み合わせ、中央に若桜と若葉の弱を配置している。若狭学園は、2012年に若狭町立若狭小学校と若狭町立若狭中学校が統合し設立された。同年、 少人数学級を生かす学びと指導の創造事業の研究指定を受ける。若狭町全域。鳥取県所属中学高度表。教育開発オンライン。2020年10月10日閲覧。若狭町、若狭町立若狭学園開校。広報若狭平成24年4月号。2012年4月。2から3ページ。若狭町、子ども国際交流スタート。 韓国ぴょんちゃん群訪問。広報若狭平成24年9月号、2013年9月、9ページ。正確には、薄月米若狭町立中学校等設置条例、第5条。ありがとうございます。